はい、こちら、白麗統合環境制御株式会社、社長のレイムです。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、カーバル宇宙開発局様からの依頼で、宇宙ロケットの設計をしていきます。あれ、またムーンにいるんですか？サイエンスポイントを集めに来た。そんなにホイホイ来られるようなところでしたっけ？ロケットの設計さえできちゃえば、そんなに難しくもない。着陸は結構疲れるけどな。片道2時間ぐらいの旅行みたいですね。いやしかし、何度も着陸してると、対地速度さえうまく減らせば、スラスターいらなくね？とか、前回の内容を訂正したくなることに気づいたりもする。今更直せませんけどね。そうだな。さて、今回は、ムーンの向こうにある衛星を目指す。なんていう衛星なんです？ミンマスだ。ムーンよりも小さい。ということは重力も弱い。周回軌道に乗るのが大変ってことですね。その通り。しかも、公転軸が、惑星の赤道とちょっとずれてるんだな。どういうことです？ムーンは、発射したらすぐ赤道に沿った軌道に乗り、そのまま高度を上げればよかった。はい、ミンマスは、ちょっと傾いた軌道を回っているから、それだと捕まえられないんだな。難しいですね。実際にやってみよう。とりあえずカービンへ帰ろうか。カービン？カーバルじゃなくて？惑星名はカービンだった。いろいろ間違えてたんですね。まずは、トラッキングステーションでミンマスを見てみよう。そんな施設があったんですね。あったのさ。これが我らがカービンだな。カーバルじゃないんですよ。ぐぐっと引いていくと、向こうにムーンが見える。前回着陸しましたね。相変わらずゴツゴツしています。猛者になると、ここに基地を作ったりもするそうだが、我々はその域は目指さない。なんて潔い諦め。でだ、さらにカメラを引いていくと、もっと高いところを回る軌道が見える。紫の円ですね。あった。あの紫色の星が、ミンマスだな。こんにちは、ミンマスさん。だいぶ遠いですね。アップしてみよう。あら、水がありますか？氷かな？平たい場所があるのは、ありがたいよな。着陸しやすいですもんね。ということで、早速ミンマスを目指そうか。もっとカメラを引いてみてください。ほい。こんなもん、もっともっと。なんですか、この広大さ。この成形の対応は、カーボルという名前だが、そのカーボル成形の全体像だな。これ、全部にいけるんですか？いけるよ。頑張れば。頑張らない？頑張らない。というか、いつか趣味でやる。そうですか。では、ミンマス目指していきましょう。おうよ。これが今回のロケットだ。上から下まで、すべて液体燃料にした。ごっついですね。でも、これなら前回のような燃料切れにはならなそうです。だといいな。ヘバダイヤさんを不安にする発言控えて、それじゃ今回の打ち上げ、行ってみよう。1段目、終了です。ほい、切り離しよろしく。なんか、引っかかってますよ。あれ、ちょっと振ってみて。どうやって？あ、抜けた。よかった。カービンの衛星軌道に乗りました。了解。今回は、円をもっと大きくしていく。どこまでですか？カービンとムーンの中間ぐらいかな。円が小さいと、マニューバが設定しにくいから。なるほど。こんなもんかな。はい、ここで、これを見ておくれ。金目のものですか？ではない。現在の軌道と、ミンマスの公転軌道だ。奥がミンマスの公転軌道。つまり、カービンを回ってる軌道ということですね。そうだな。角度がずれてるだろう。ずれてますね。この角度を調整しないまま、高度を上げても、ミンマスを捕まえることはできない。なるほど。角度の調整が必要なんですね。ここで、ミンマスをターゲットにしてみよう。ターゲット？この天体を目指してますってことだな。こうすると、ターゲットとの角度差が表示されるから、これを使って合わせていく。AN とか DN とかって何です？この場所で角度調整すると素敵っていうポイントだ。素敵なんですね。ここにマニューバを設定しよう。進行方向の右に1体から、アンノーマルだな。ここでノーマルとアンノーマルが出てくるんですね。そう、地面の的に向かって落ちていく機能じゃないんだな。こんなもんでどうだ？ミンマスの公転軌道と重ねてみましょう。お、ぴったり。あとは、このマニューバを実行すればいいわけですね。だな。噴射まで10秒を切りました。了解した。5、4、3、2、1、噴射開始。あ、弱く噴射しちゃった。停止。ちょっと、噴射位置からどんどん遠ざかってますよ。なんの、噴射し直し。よし、目標の噴射時間を消化した。こんなんでいいんですか？問題ない。宇宙は完了だ。最終回にして、えらく雑な航行ですね。慣れって怖いよな。角度が整ったところで、ミンマスへ至る放満線へ軌道を描こう。重力が軽いから、なかなか見つかりませんね。あった。この軌道で行くぞ。了解です。噴射、5秒前。今度はちゃんとやってくださいよ。任せとけい。1秒前、噴射開始。終了。どうだ？ほぼぴったり。安心しました。2段目の燃料がもうないから、切り離しちゃうか。お元気で。あとは着陸から帰還まで、エンジン一つですね。今回は燃料に余裕があるから大丈夫だ。さ、ミンマスへ行こう。ミンマスの重力に捕まりました。オーケー、逆噴射行ってみよう。なかなか軌道が丸くなりませんね。重力が小さいからな。簡単にすっぽ抜けちゃうわけだ。長く噴射するしかない。だいぶずんやりしました。これ以上噴射すると地表に激突するから、ミンマスの近点まで行って続きをやるぞ。よっしゃ、無事にミンマスの周回軌道に乗った。ひとまずお疲れ様でした。ここから着陸ステージですね。まずは昼の面まで行こう。お、あそこに氷の地形が見える。あそこを目指しましょうよ。そうしよう。では、着陸の準備に入る。逆行姿勢。からの着陸逆展開。展開完了です。よし、逆噴射行ってみよう。噴射完了しました。どれどれ。いい感じに氷へ降りられそうじゃないか。あとは高度を下げるだけですね。あ、時点でずれた。なんということでしょう。そこに氷の地形はありますが、今から着陸地点の変更は難しいですね。そこまでの腕はない。このまま行くぞ。はい。待機速度よし。水平方向も問題ありません。このまま、ゆっくり下ろしていこう。着地します。やや傾斜あり。このぐらいなら、なんとかなるだろう。エンジン切った。おっとっと。スラスターだけで動いちゃいますね。本当に重力が小さい。スラスターも切ってくれ。了解。切りました。ちょっと様子を見るぞ。一瞬孵化して。はい。安定したかな？したっぽいな。無事にミンマスに到着した。ジェバダイアさん、お疲れ様でした。EVA へ行ってみましょう。全体的にグリーンが勝ってますね。そうだな。灰色のムーンとは違うな。お、こけなかった。ムーンより重力が小さいから。楽しそうですね。いつも楽しそうだけど。すっごいジャンプだな。このまま重力圏を抜けちゃいそうだ。さすがにそこまでじゃないでしょうけどね。ほとんど空中浮遊ですね。なかなか降りてこない。着地。弾んだ。怪我はしないだろ。ちょうどこの、台地に着陸したんだな。周囲に比べれば、平たい場所でよかったですね。では、毎回恒例の旗でも立てるか。そうしましょう。今回はなんて書く？白麗三条ムーンと同じじゃん。じゃあ白麗三条2でいいけどさ。はい。ありがとうございます。これで今回の依頼は終了ですね。無人機を作ったり、惑星間航行をしたりもできるけど、それはもっと腕を上げてからトライするぜ。では、無事にカービンに送り届けたところで、今回のシリーズは終了です。いつもコメントや高評価ありがとうな。引き続き、我が社をよろしく。ご視聴、ありがとうございました。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。